私は音叉を自分を見つめ直すために誓います。簡単な方法ですが、気持ちをリフレッシュするためにとても効果的です。まずはじめに気持ちを落ち着けます。そして音叉をクリスタルに打ってください。音叉の音で空間を満たすイメージです。その場のエネルギーを感じてください。すっきりしないところやモヤモヤする感じを感じるところには音叉を向けてみましょう。また自分自体の気が重かったりもやっと感じる場合は、自分に向けて音叉を向けてみてください。音叉が作り上げるこの静寂の一瞬をしっかり味わいましょう。私は自分の魂をクリアにするためにも音叉を使います。自分をリセットしたり、今の瞬間に集中できるようになるためです。